こんにちは、ようくんまちぶらチャンネルです。現在、福島県いわき駅におります。今日はいわき駅周辺を散策するという動画でお送りしますんで、最後までご視聴のほどよろしくお願いします。いわき駅は常磐線、磐越東線、いわきから郡山までを結ぶローカル線です。常磐線特急の仙台行きも止まる駅となってます。上り方面は品川行きの特急電車が止まります。はい、簡単にいわき駅を紹介したんですけども、これからいよいよ市街地を散策していきます。それでは行きましょう。改札口からカメラをゆっくり右に回しますと、コンコースがあります。北口と南口をつなぐ通路です。まず北口から見ていきましょう。で、いわき市の情報をいろいろ調べてたんですけども、北口と南口で、南口が市街地となってます。北口は特に何もないという情報があったんですけども、どんな感じかまず見ていきましょう。で、北口の広場に着きました。車とタクシープールが止めれるロータリーがあります。で、こんな感じでね、高い建物が全然見当たらないです。ほんとね、奥に進んだら住宅地とかそういう感じです。で、カメラをゆっくり右に回していきますと、なんかね、小さい山があります。とてもこうのどかな景色が広がってます。先ほども伝えた通り、いわき市の市街地は南口になりますんで、今から南口の方を見ていこうと思います。コンコースを渡りまして、南口に今歩いてます。もう雰囲気が北口と全然違うのがこの動画でもね、よくわかると思います。で、もう少しね、南口の方を移していこうと思います。正面には商業ビルラトブがあります。結構大きい建物ですね。駅の構造はペデストリアンデッキになってます。で、こういう感じでバスターミナルとか、あと市街地に降りれる階段、エスカレーターがあります。で、こちらが正面の通りになってます。カメラを左側に回しますと、ビジネスホテルとかマンション、あとは小さな雑居ビルで居酒屋さんとかが多く見受けられました。それでは先ほどの大きい商業ビルラトブというところにちょっと近くまで行ってみようと思います。正面まで来たんですけど、結構大きい建物ですね。想像以上でした。で、どんなテナントが入ってるかね、看板があったんで、それを映しましたんで、ちょっと見ていきましょう。1階が食料品売り場、2階が三越いわきファッションと書かれてます。3階はレストラン、あと一部ファッションもあるみたいです。4階、5階、6階が図書館とか商工会議所、公共施設が入ってます。7階、8階がオフィスがあるみたいです。で、レストラン街が結構ね、美味しそうなテナントが入ってます。3階がメインですかね。デパートというよりは複合商業ビル、そういった感じです。ラトブの前からいわき駅南口の周辺の様子を動画で映しています。で、カメラ少し回すと魚民ってあると思うんですけども、見えますかね。そこのちょっとね、細い通りを今日ちょっと最初にまず歩いていこうと思います。で、細い通りをね、戻ってきたら今度はメイン通りを歩いていこうかと思いますんで、最後まで見逃さないようにしててくださいね。エスカレーターを使ってペデストリアンデッキから降りてきました。それではここを左に曲がっていきましょう。はい、こんな感じで居酒屋さんが多くあります。ミニストップというコンビニもあって、魚民がその上にあるのかな。で、ここの通りをちょっとね、まっすぐ歩いていこうと思います。しばらくまっすぐ歩きますと、右側にはこちら映画館があります。マチポレいわきっていうんですかね、そういった昔からあるおそらく映画館かと思われます。さらにまっすぐ歩きますと、鳥メロと書かれた居酒屋さん、あとは中華料理の食堂もあります。奥にはこじんまりとした居酒屋さんが多く目立ちました。で、ここの通りを一回左に曲がります。駅方向に行くってことです。そうすると正面にはお姉さんが書かれた看板があります。なんかね、パブですね。まあ、お酒を飲めるところになってます。で、ここの通りをね、ちょっとカメラを左に回してみますと、こんな感じでビジネスホテル、ホテルサンシャインいわき、あと中華料理レストランがあります。で、右側の方向を歩いていきます。この通りはね、ビジネスホテルがとても多いです。あと奥にはマンションがあります。ここの通りはそこまでお店が多くなかったです。途中赤すりマッサージとありました。宿泊するときにもし疲れを癒すときにはとてもいいのかもしれないです。でここのファミリーマートのところを今度は右に曲がっていこうと思います。この辺りまで来るとマンションとか、住宅地が多く目立ちます。あとはですね、カメラ回すとこんな感じで個人の居酒屋さんとかもあります。この辺りに住まれると結構歩いて飲んで、その後はね歩いて帰れるんで便利なエリアかと思われます。とりあえずここをまっすぐ進んでいこうと思います。でまっすぐ進みますと、ここでね少し小さな交差点があります。車通りが多い通りですね。でここを右に曲がっていってどんな様子か見ていこうと思います。でまっすぐ歩きますと、昔ながらのこう市街地に近い住宅街のエリア、そんな感じです。お店がね多いとかそういう感じではとてもなさそうです。ここをしばらく歩いていきたいと思います。交差点のとこまで来ると、こちらカレーラーメンと書かれた店があります。いや居酒屋さんで飲んでね、その後締めにラーメンとかすごいいいですね。カレーラーメン屋さんの交差点を右に曲がりました。僕が今まっすぐ歩いているところは、いわき駅から先ほど映したメイン通りのところにぶつかる、そんな感じになります。この辺りはねなんか落ち着いたエリアで、左側にはなんか年季のある建物があります。少しこう小宿感が出てます。建物を見ると下にテナントが入ってます。ヘアスペース、美容室ですね。なんか和を基調とした感じでとてもおしゃれな感じです。あとカフェとかもあってね、いやーこれはめちゃくちゃいいですね。建物をうまく利用したなって感じがします。でさらにまっすぐ歩きますと、もうだんだん市街地の方に戻ってきてます。ビジネスホテルとかがあります。東横インともう一つねビジネスホテルがあって、ここなんかねレンガ調の作りになってますね。ホテルとなんかイタリアンレストランかなが入ってる感じで、結構おしゃれな感じの作りになってます。でこちらをまっすぐ歩きまして、いわき駅のメイン通りの通りに来ました。でこちらいわき駅の方向なんですけども、ここはねみずほ銀行とか書かれてて、銀行とかオフィスが立ち並んでるエリアになってます。でこのメイン通りを駅とは反対方向に歩いていこうと思います。正面には七十七銀行があります。東北地方ではよく見られる銀行ですね。さらにまっすぐ進んでいきますと、左側には化粧品店があります。奥には福島銀行、右側には学習塾とかマンション、オフィスが並んでます。メイン通りも居酒屋さんとか飲食店が多いのかなと思ったんですけども、どっちかというと個人でやってるようなお店とかエステサロン、あとはこうオフィスとか銀行とかね、そんな感じが多い印象を持ちました。映像を見ててわかると思うんですけども、歩行者が非常に歩きやすいような通りになってます。道路標識に小名浜港と書かれています。ここまっすぐ行くと小名浜港に行けるってことですね。動画の終盤で小名浜港をちょっと映しますんで、最後まで楽しみにしててください。途中大きな交差点がありました。マンションとかね建ってて、あと奥に山が見えて、なんともこう美しい感じです。この先も行こうと思ったんですけども、市街地よりもだんだん郊外になってきますんで、また引き返していわき駅周辺を歩いてみたいと思います。メイン通りに戻りまして、みずほ銀行の交差点のところを左に曲がります。で正面にはなんかテナントがあります。どんな感じかちょっと見ていこうと思います。正面まで来まして、ゲストハウス&ラウンジって書かれてます。ランチタイムと書かれてまして、カフェとかもあるんですかね。こんな感じになってます。でこの通りをちょっと歩いていこうと思います。少しね道路がなんか整備されてこじゃれた感じの通りになってます。でここでいわき市の概要をちょっとお伝えします。いわき市の人口は約33万人で、東北地方で2番目の人口の多い都市になってます。もちろん1位は仙台市なんですけども、で郡山市が人口約32万ということで、ほとんど同じなんですけども、いわき市がわずかにリードしてる、そんな感じです。ただ周りの市町村を含めた都市圏の話をすると、郡山都市圏の方が人口が多く、都市圏に関しては郡山の方が軍配が上がります。いわき市は東北地方で最も集客力のあるリゾート施設、もう有名なスパリゾートハワイアンズを筆頭にアクアマリン福島、いわき湯本温泉など、いろんな観光資源を持ち、調べたら2015年のデータになるんですけども、市内観光交流人口は東北2位の年間約810万人とのことでした。でここでもね、東北第2位という数字が出てきます。福島県が東北第2位というデータがね、多い要素を本当持ちます。そして今ではいわき市は観光都市としてもね、立派に発達をしている町になってます。まっすぐ歩きますと、なんか独特の交差点があります。ここをちょっと右に今度曲がっていこうと思います。でまっすぐ歩きますと、特別こうどういう町かっていうわけでもないんですけども、右側にはね、なんかこうスナックが多い、そんな印象でした。右側ちょっとカメラ向けるとこんな感じで小さなスナックがね、結構軒を連ねてます。夜になるとすごいネオンが綺麗になるのかもしれないです。さらにまっすぐ歩きまして、ちょうどここの通りで右に曲がるといわき駅に戻ります。でいわき駅まで戻ったら今度はバスに乗って小名浜港を目指しますんで、よろしくお願いします。ってことで駅のバス停まで来ました。バスに乗りまして、小名浜港までは約 15km で、バスだと30分から40分ぐらいかかります。歩いたら約3時間と Google マップで載ってたんですけども、とてもじゃないけどちょっときつすぎるんで、バスかタクシーで行くことをおすすめします。映像を見てわかると思うんですけども、両側にいろんなテナントがあります。いわゆるロードサイドショップですね。いわき市は郊外に住んでも、こんな風にお店がいっぱいありまして、生活に困ることはほとんどないんじゃないかと思われます。ただ車はちょっと必須なエリアかと思われます。小名浜という風に行き先表示は書いてあったんですけども、小名浜港まで行くことは書いてなかったんです。だから運転手さんが小名浜港で降りるんだったらここがいいよって教えてくれまして、それで降りました。で今歩きまして、正面には小名浜港の近くにあるイオンモールがあります。こちらのイオンモール、割と新しくできたイオンモールみたいです。とても広くて大きいイオンモールです。ポレポレシネマズとか、あと小島ビッグカメラ、紫スポーツ、これ以外にもね、いっぱいテナントはあります。ということで、このイオンモールは後で行こうと思ってるんですけども、その前にこのイオンモールの裏側に港がありますんで、そちらまで行ってみたいと思います。イオンモールが左側にあって、そこに沿って歩いてます。で交差点がありまして、正面には環境水族館アクアマリン福島と書かれてます。おそらくあの正面のガラス張りの建物が水族館かと思われます。で向かい側には先ほどのイオンモールがあります。水族館から先、もう少し奥に歩きますと、いよいよ海が見えてきます。海鮮丼を食べて帰ろうと思ったんですけども、下調べがちょっと甘かったのか、夕方で閉まってました。ほんとごめんなさい。ということで、イオンモールで食事をしようと思います。このイオンモールになんと仙台の利休が入ってました。メニューには小名浜丼定食、海鮮丼と牛タンが組み合わさってます。ここだけのメニューでしょうか。言うまでもなくめちゃくちゃうまかったです。ビールもね、暑い中歩いてきたから、とても飲み応えがありました。以上、いわき駅周辺を散策するという動画でお送りしました。この動画が良かったなと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ご視聴お疲れ様でした。